どうも、フィッシャーシュークです。またあき。マスナイ。我々小学校が同じ3名ですね。そうですね。本当だ。座高も同じなんですけど、地元の祭りなんかにはさ、よく行ってたじゃないですか。行きましたね。懐かしいですね。当時はでも一緒には行ってなかったね。会場で見かけることはあったかもしれないけど。そうだね、うん、バラバラに、おお来てたんだみたいな感じだったけど、ね、俺ら動画でさ、祭りの遊びやってきたじゃん。射的だったり、肩抜き、うん、あ、やったわ。いろんなものやってきたんだけど、まだ遊べるものいっぱいあるなと、すげえ気になってたものがあるんだけど、それ買ってきましたけど、こちらです。ドキドキ糸引き網田くじ。これどういうのかっていうと、祭りとかでよくあるんですが、糸引いて景品がもらえるの、うん、はい。これさ、空になってるところも見たことないし、ない、まあ、なんないよね。見たことは多分誰もないと思う。プレイステーションだけもしあったとする、はいはい、あったとしたら、それ1本だけ出てたら絶対やるやん。やるお店だったらこれ空になることないんですよ。この糸引きをちょっと空にしたいなっていうささやかな夢がありまして、へえ、ちょっとこれでならできるなと。今日引きまくろう。この中にね、いろんなものがあるんだけど、ぶっちゃけ全然見えない。何が入ってるかもまだ分かんなすぎるから、はい、ちょっとそこも楽しもうじゃないかと。あー、はい、景品もこの中入ってんだ。そう。プレイステーションは？プレイステーションはもうこの中には入らない。入らないだろ、この大きさじゃ。あの、これちゃんとあのお祭りとかでもやってるやつだし、これ。いえ。あー。うわー、出てきた糸が。うおー、すげー。最初こんななってんだ。ね。束ねられてる。これさ、こっから出すんじゃない？あー、そうだ。おー、できた。すごいすごい。いいんじゃない？おー、すげーぞ。これでも俺のね、うん、引いても引っかかるだけだね。あ、ほんとだ。おあれこれ引っ張ったとて上にぶつかるだけ。糸引き全部引いてみた。やっていこうと思います。よし、子供の夢ですね。せーの。そりゃそうだ。あ、そうだそうだ。出てきた。出た。お、デールが出てきた。デールか。デール、やめて、やめろ。待って、笑えるのもやめて。え、デール一発目出る。チップも払ってないよ。いやいや、多分チップも出る。いやいや、ややこしいな。ややこしいな。チップも出る。チップも出る。じゃあ引いていい？うん。あ、いいの誰？これだ。じゃん。ガチャピンムックのシール。ムックはケムックジャラのムックでしょ。ガチャピンってさ、ピンの存在の中がいろんなプロがガチャガチャのように入るからガチャピンなんだ。やめて。中の人とかいないから。ピン活動の中がガチャガチャのように入れ替わってくるガチャピンなんじゃないかなって俺は勝手に思ってる。調べる。やめやめとこ。じゃあ引きます。ベイブレードバースト、カスタマイズシールコレクション。ベイブレードの、あのベイの部分をこうなんかいろんなシールつけてさ、デザインできるんだよね。うわ、懐かしい。バック開封したらこんな感じのシールが出てきました。ベイブレード、こうやって今カスタマイズできるんだね。ちなみにさ、2人はさ、でもあんまりやったことない。くじザカオといって、ザカオがプレステ当たったことあるの。マジで？プレステって当たったんだけど、くれなかった。大問題じゃん。しばりました。そいつはもう今すぐ出てった方がいい。変に力出てた方がいい。お前と縁は切る。いきます。はい、せーの。ポン。豆柴のシール。ねえ、知ってる？カバの汗ってピンクなんだよ。全く同じ豆知識思い出した。俺も思い出した。豆柴のやっぱ一番残ってる豆知識はこれなんだよ。ああ、これいきます。ポン。アニマル天使。風船です。おうおう、天使に吸血してるみたいな。そういうやつだよ。絶対そこじゃない。違う。違う。違うでしょ。違う。じゃあアニマル天使です。いや、もう違う。天使の持ち方。掌握するな。これにしようかな。はい。え、じゃあでかいな。プニプニぷっくりシール。こうやって見るとほら立体的なやつだね。女の子が手帳とかにつけるんですよね。ああ、そうだね。手紙とか。はいはいはい。いくよ。はい。待って、でかそう。お？え？おお！簡単水風船。僕らの動画では幾度となく出てますからね、これ。はちゃめちゃプールにぶち込んだもんね。そうだね。5万5000個ぶち込んだから。これかな。あ、豆柴のうちわです。豆知識よ。1個。豆腐の原料は大豆なんだよ。もっとあったでしょ。ねえ、知ってる？日本で旨味を発見した学者は池田菊苗って言うんだよ。豆柴の時やろ。いくぞ。飛び散る、弾けるオートゥーパワー、スイングウォーターボール。スイングウォーターボール。また何？プールやお風呂、水辺なのでスイングウォーターボールを水に濡らして回したり水面に叩きつけたりした。そういうこと。乱暴。面白そうじゃんこれ。
危ねえな。危ねえな。いきます。おー、マジ？ワンピース変ケースですね。プリキュラシールコレクション2。プリキュアのキラキラシールでプリキュラ。あ、そういうことだよ。あ、そうか。絶対役役出てきた。ガルオーが絶対強い。絶対強い。こんな子がだよ、こんな子がこれに勝てると思う？勝てんのかな。はい。あっ、リロ&スティッチのシール。アニメ結構見てたからね、だいぶキャラは知ってるよ。エンゼルと一緒にお料理してる。作品6265。じゃん。あ、でっかい。何これ。フラミンゴドリンクホルダー。何それ。フラミンゴドリンクホルダー。対象年齢3歳らしいんだけど、結構パリピな商品だから。豆知識。フラミンゴなんてそうじゃない。は。フラミンゴはある程度助走が作れる。フラミンゴはある程度助走。フラミンゴはある程度助走をつけられる場所じゃないと飛べないんだよ。一回で言ってほしかったね。うん、思い出になる。フラミンゴだったんだ。フラミンゴだった。ハンガーで遊ぶときのやつだ。いきますよ、うん、おー、でけえ。ん、なんだ。え、なになになに。パワーボート。プールとかにこうビーって引いて走らせるやつだ。あー、はいはいはい、ビビビビビビビって。は、何シルクがやってることって。水の中に急に沈められて 50m 走しろって言われるんですよ。これだ。あ、これはまた仮面ライダージオーのシールコレクションですね。ルッキンバー、ルッキンバー、コージーコーナー。コースは違う。コースは違う。違う。イグラ大佐に謝れ。いくよ。いいよ。走ってみようかな。ルパンレンジャー VS パトレンジャーコレクションシール。ちょ、何？シールコレクション。別に別にどっちでもいい。まあ、何レンジャー対何レンジャーで俺が一番鮮明に覚えてるのがカーレンジャー VS メガレンジャー。一番世代は俺一番大好きな。特撮ショップ久々に見たくなってきたな。面白いからね。いいよね。あ、いくよ。はい。なんだ。武将パンチボール。武将ボッコボコにするやつが出てきた。武将パンチボール。殴りづら。いや、なんか。いきまーす。やばい。すごいの引いたかもしれない。大当たり。でかい。何？めっちゃでかい。何それ。でかい。じゃん。柔らかパンチ。またパンチ。仮面ライダービルド柔らかパンチ。うん、でけえ、でけえ。え、めっちゃいいやん。え、ミッキーマウス。レジ袋かな。レジ袋ストッカーだ。レジ袋有料化したから、だからお金払ってやつも捨てないでそのままストックできるんだ。はい。稲妻イレブンの、これはカードかな。ファイアトルネードが出た。サスケくんのファイアトルネードだった。いきます。はい。稲妻イレブン、イレブンライセンス。ウズベキスタンの人。いきます。はい。あ、ミニオン。ミニオンのなんか水筒みたいなやつ。これいつでも使えるね。うん、これかわいい。バー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 ナナ。引きます。また軽い。え、剥がすか。ちなみにこいつ水亀座。君何座？俺ヤギ座なんだよ。じゃあやめよう。もういくよ。おお。俺また水風船引いた。引きます。ガチャピンとムックのビニールハンマー M サイズ。ハンマー。じゃあ、ここから僕が引きます。はい。宇宙戦隊キューレンジャーのシール。ダン。おお。麦わらの一味の色鉛筆ですね。よいしょ。はい。お次は縄跳び。縄跳びです。ダン。おお。妖怪ウォッチのシール。妖怪ウォッチだ。これウィスパーね。これ有名だよね。とうとうラストです。ラスト、せーの、30個目。ドン。一番最後、シンカリオンのシール。早すぎ隼人くんが主人公ですね。すっごい早いんでしょうね、多分。初音ミクって初の字が違うんだけど、ミクが出てきた。 YouTuber って言葉がまだそんなになかったんだけど、うん、もう今の YouTuber って言われてる人たちは出てきた時よ。みんながこの初音ミクのテルユアワールドの CM を見て、この CM やべえってなったんですよ。なった。 Google さんのね、 Google Chrome の CM かな。そう、 CM であるんで、ぜひともみんな見てみて。むちゃくちゃいい CM だから。お、できた。はい。柔らかパンチ。ガチャピンハンマー。これ合ってるよね、遊び方。ぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びしないでくださいね。何すんの。何すんの。え、じゃあ何すんの。こういうこと。いや、でもそれ振り回してるじゃん。振り回してるか。これ使い方教えてください。終了。こんな感じでした。はい、こんなんもあったしね。こんなんもあったし、こんなんもあったし、こんなんもあったしね。いった。 Thank you.
チップおらんかった。これ注意書きのとこにすげえこと書いてあるんですよ。口に入れない。入れない。入るか。動画見てくれてありがとう。セガンディ Twitter インスタ登録よろしくね。他にもいろいろやってるので、たぶん確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。